皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、また犬の YouTube を見てるのかよ。よく飽きないものだよな。魔理沙も見てよ、この可愛い笑顔。小型犬も可愛いけど、やっぱりお利口さんなゴールデンレトリバーがいいわよね。笑顔とかお利口さんとか、犬のことを人間のように表現しだしたら、もうかなり重症なんだぜ。思い切ってゴールデンレトリバーを買おうかな。でもいざとなると迷うわよね。何を言ってんだよ。YouTube なんていいとこだけ切り取って投稿しているだけで、ゴールデンレトリバーなんて買ったら、散歩は大変だし、こまめに洗ってやらないと臭いし、うんちだって人間よりでかいんだぜ。そう言われると腰が引けちゃうよね。それに人間に従順と言われているけど、いざとなったら人間が溺れていても、近くにある餌を優先するに決まっているんだぜ。フレンダーとはわけが違うんだぜ。そうかな？そのフレンダーっていう犬種はゴールデンレトリバーよりも従順なのかい？もちろんだぜ。心臓人間キャシャーン、を見たことがないのかよ。真面目に聞いて損したわよ。フレンダーって、キャシャーン、に出てくるフレンダーのことだったのね。うっく、懐かしくて涙が出てきちゃいそうなんだぜ。よし、じゃあ今回は、懐かしいテレビアニメ、心臓人間キャシャーン、についてゆっくり解説していくよ。それは楽しみなんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。心臓人間キャシャーンは昭和48年10月から昭和49年6月まで、フジテレビ系で毎週火曜日夜7時から放送されていたタツノコプロが制作したテレビアニメだわね。原作は弟たちとタツノコプロを設立し、初代社長となった吉田達夫さんで、2004年に桐谷和明監督が実写映画としてリメイクしたことで再注目されたこともあったわよね。実写版のキャシャーンは昭和のちびっ子たちが親しんだ心臓人間キャシャーンとはもう別物で、原型をとどめていなかったんだぜ。心臓人間キャシャーンは当初の予定では科学忍者隊ガッチャマンの後番組として日曜日の夜6時枠で放映される予定だったそうだけど、科学忍者隊ガッチャマンが大人気で放映期間が1年間延長されることになったために、ガッチャマンと並行して火曜日の夜7時の枠にカシノキモック、ケロッコデメタンに続いて放送されたんだよ。カシノキモック、いやケロッコデメタンを見ていた昭和のちびっ子たちは、次にどんなメルヘン感動作が登場するかと思っていたら、急にシリアスな SF アニメが登場して驚いたに違いないんだぜ。科学者である東光太郎博士の一人息子、東哲也は人間を支配し、世界征服を企むアンドロ軍団と戦うために、自ら人間の体を捨てて、人間でも完全なロボットでもない不死身の心臓人間キャシャーンになることを決めるのよね。たった一つの命を捨てて、生まれ変わった不死身の体、鉄の悪魔を叩いて砕く、キャシャーンがやらねば誰がやる？あう、オープニングナレーションを聞いただけで懐かしくておしっこをちびっちゃいそうなんだぜ。主題歌の前の有名なオープニングナレーションは、ルパン三世の銭形警部や、宇宙戦艦ヤマトの沖田十三役で知られる声優の納屋五郎さんが担当されていたわね。確かキャシャーンは太陽エネルギーが力の源だったんだよな。そうだね。キャシャーンは白に黒いラインの入ったボディースーツの胸に、キャシャーンの C をイメージした赤いデザインが描かれ、ソーラーメットに取り付けられた黄色いクワガタ状のパーツで太陽エネルギーを吸収して動力源にしていたのよね。太陽エネルギーが底をつくと目が見えなくなるという弱点があったのよね。ガッチャマンとは違い人間の姿から変身するわけでもなく、いつもあの姿だから、人間たちからも虐げられる孤独なヒーローだったんだぜ。必殺技は主題歌の歌詞にも出てくる電光パンチだったよな。そうだね。2番の歌詞には流星キック、3番の歌詞にはパルサーアタックや、切りもみしながら敵を体当たりでぶち抜くフライングドリルが登場するわね。最終決戦でボスキャラを倒した超破壊光線は自らの命が危うくなるほどの必殺技として描かれていたわね。昭和のヒーローらしくパンチやキックなどの格闘系の技が基本なんだぜ。キャシャーンの声を演じた声優の西川郁夫さんは、同じタツノコプロの紅三四郎で主人公を担当していた声優さんだね。そのキャシャーンの心強い相棒が霊夢が飼いたがっているフレンダーだったんだぜ。霊夢が飼いたいのはゴールデンレトリバーで、フレンダーじゃないわよ。フレンダーは主人公の東哲也が可愛がっていた愛犬ラッキーの記憶が内蔵された電子頭脳を組み込まれたロボット犬で、フレンダージェット、フレンダーカー、フレンダータンク、フ
フレンダーマリンの4つの形に変形してキャシャーンを助けたのよね。あう、ラッキーは徹夜の幼馴染みのルナちゃんをアンドロ軍団から助けようとして命を落としちゃうんだぜ。フレンダーは鋼鉄をも砕く牙と鉄の爪を持ち、口からは高熱の火炎を放射して敵ロボットをやっつけるなどしてキャシャーンを助け、大活躍するんだけど、見た目からしてロボット犬のために、人間たちに誤解されて石を投げられたりすることもあるのよね。キャシャーンもフレンダーも人間たちのために自分を犠牲にして戦っているのに誤解されちゃうなんとも切ないヒーローなんだぜ。徹夜の幼馴染みで、電子工学の世界的権威、光月博士の一人娘がヒロインの光月ルナだったわね。アンドロ軍団に殺された父が開発したロボットだけに効く MF10 を使ってキャシャーンたちを支援するのよね。うっぷ、いつもおパンツが見えそうで見えないから昭和のちびっ子たちはドキドキしたんだぜ。一体どこを見てんのよ。ルナの声は、サザエさん、って長らく波の太鼓を演じていた塚田恵美子さんが担当していたわね。キャシャーンの敵となるアンドロイドも、元はといえばキャシャーンのお父さんが作ったんじゃないのか。徹夜の父親である東光太郎博士は光害問題を解決するために BK-1号という光害処理用アンドロイドを開発したんだけど、ある日、この BK-1号に落雷が直撃して、その衝撃で自我に目覚めちゃうのよね。まるでウィル・スミス主演のハリウッド映画みたいな展開なんだぜ。BK-1号はブライキングボスを名乗り、自らアンドロ軍団を率いて人間を支配し、世界を征服しようとする恐怖の独裁者になったのよね。ブライキングボスやアンドロ軍団が生まれるきっかけを作ったのも東博士で、それをやっつけるために自らの一人息子をキャシャーンに改造するなんて、あんまりなんだぜ。東博士は妻の緑と共にアンドロ軍団に囚われ、さらに強いロボットを作るように脅され協力させられるのよね。おまけに妻のすべての生体データを、自ら作った白鳥型のロボット、スワニーの頭脳に移植させ、アンドロ軍団の情報をスパイさせるのよね。あう、スワニーはブライキングボスのペットとして飼われていたんだぜ。自分の奥さんを悪役のペットにするなんてシチュエーションは昭和の H なビデオにも登場しなかったんだぜ。一体、何と比較しているのよ。こうやって話を聞くと全ての元凶は東光太郎博士のような気がしてきたんだぜ。同じ東光太郎でもウルトラマン太郎とは大違いなんだぜ。バカね、ウルトラマン太郎は東光太郎、じゃなくて東光太郎、と読むのよ。あう、そうだったのか。キャシャーンに出てくるスワニーは月光を浴びると両目から光が出てお母さんが姿を現すんだよな。優しいお母さんだったんだぜ。徹夜の母、緑を演じたのは、不思議なメルモ、の主人公を演じた武藤玲子さん、東博士の声は洋画の吹き替えなどでも活躍された山内雅人さんが演じられていたわね。アンドロ軍団のボスキャラのブライキングボスはアンドロイドのくせに、いかにもナチス風のコスチュームを着て、部下を従えていたんだぜ。そうだね。アンドロ軍団の号令や敬礼は完全にナチス式で、右手を斜め上に上げて、やるってブラッキン、というのが合言葉だったわね。昭和のガキ大将が子分を従えて、やるってブラッキン、と言わせている姿が目に浮かぶんだぜ。ブライキングボスの声は、北斗の拳、デラオを演じた内海健二さんが担当していたわね。そう言われるとなんだかブライキングボスが、我が生涯に一片の悔いなし、と言っているように見えてきたんだぜ。ブライキングボスが昇天してどうすんのよ。アンドロ軍団には他にも茶色い巨体が特徴の軍事部長バラシン、頭の回転が速く、悪知恵も働き小柄なボディが特徴の情報部長サグレー、青く細長いボディが特徴の製造技術部長アクボーンの3体の幹部ロボットがいて、ブライキングボスを補佐していたわね。昭和のアニメキャラはチビ、デブ、ノッポをデフォルメするのがお決まりだったんだぜ。キャシャーンにフレンダーがいるように、ブライキングボスにも獰猛なロボット犬がいたんじゃないのか。ブライキングボスがフレンダーに対抗するために作った用心棒ロボットのワルガーダーだね。ワルガーダーは犬じゃなくてクロロをモデルに作られたロボットで、鋭い爪や牙の他に、鼻先がドリルになったり、目から破壊光線が出たりもしたわね。フレンダーと同じようにガードラー、モグラーカー、ヘビータンクの3つのメカに変形可能で、キャシャーンたちを苦しめたけど、最終決戦ではフレンダーに敗れているわね。フレンダーとワルガーダーはキャシャーンにはなくてはならないキャラクターなんだぜ。でも、心臓人間キャシャーンって2000年代に入ってからリメイクされるくらい名作アニメなのに、1年間も放送されなかったんだな。
時代を感じる郊外を背景にしたストーリー設定、人間でもロボットでもない自分の姿に葛藤する孤独な主人公。悲劇的でシリアスな展開は、特にちびっこの視聴者たちには少しとっつきにくかったのかもしれないわね。平均視聴率は 15.9% と前番組のケロッコデメタンの 10.4% を上回ったんだけど、オイルショックの影響で、スポンサーの宣伝費が削減されたり、メインスポンサーの倒産などが原因で、当初の予定よりも短い9ヶ月で放送が打ち切られることになったようだわね。オイルショックとか公害問題とか、いかにも1970年代の作品だぜ。久しぶりに懐かしいキャシャーンの話を聞いたらテーマソングが頭に流れてきたんだぜ。オープニングテーマの戦いキャシャーンは宇宙戦艦ヤマト、銀河鉄道999などでも主題歌を担当した。アニメソング界の大王と呼ばれる佐々木勲さんのアニメソングデビュー曲なのよ。ははーん、佐々木勲さんはキャシャーンの影響を受けてヘルメットをかぶっていたんだな。余計なことを言うんじゃないわよ。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。リクエストがあったらコメント欄にじゃんじゃん書いてほしいぜ。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また来てねー。